こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、今回は京都大学について解説していくぞ。京都大学は、京都府京都市に本部を置く日本の国立大学で、略称は京大だ。京都大学は、日本で2番目に創設された帝国大学である京都帝国大学の流れを組んでいる国立大学で、精神的な基盤として自由の学風を謳っているぞ。京都市内の繁華街から離れたことの風情を残す落ち着いた環境の中にあり、何事も学生の自主性に任せる雰囲気で、学生寮の入隊寮選考を学生に任せた結果、無学籍者も居住するようになったり、卒業式の仮装だったり、文化祭でのはっちゃけ具合などは非常に有名だよな。東の東大、西の京大と呼ばれるように、日本有数の知能が集まる大学であり、偏差値は60から 72.5 とトップクラスだ。政財界に非常に多くの人材を輩出しているだけでなく、ノーベル賞を受賞するような研究者も数多くおり、非常に尖った人材が多いのが特徴の京都大学。今回はそんな京都大学にまつわるエピソードを5つに絞って解説していくから、ぜひ楽しんでいってくれよな。それでは早速、ゆっくりしていってね。京都大学では異化境という言葉がかなり有名だ。異化境は服装や髪型、眼鏡など、いかにも京都大学の学生のように見える人のことを指している。角張ったメガネに、何の個性も感じられない黒のショルダーバッグを肩からかけて、シャツもズボンもそのまま着て、太いベルトするという、まるで真面目な中年おじさんのようなファッションや声が高く、現実と創作の世界をどこでどう区別すればいいのか分かっていなかったり、人とやたら議論するのが好きというのも特徴だな。京都に行ったらこの異化境っぽい探しをしてみると楽しいかもしれないね。卒業式といえばスーツだったり袴を着て臨むものというイメージはあるんじゃないだろうか。ただ京都大学の卒業式はそんなことは全くなく、みんながコスプレや仮装をして臨むんだ。そしてそのクオリティがめちゃくちゃ高い。毎年ニュースになっているほどだ。日本一カオスな卒業式とも言われていたりするようだぞ。見に行ってみたいな。京都大学では単位が空から降ってくるというのが有名だった。昔は非常に成績が緩くつけられていて、紙飛行機を投げて遠くに飛ばした順に成績がつけられる、テスト用紙に名前を書いたら単位が来る等があったようだぞ。たださすがに今は割とちゃんと授業をするシステムに変わっていて、国際高等教育委員、通称 KKK と呼ばれる組織が授業回数が十分に確保できているかや、単位が甘くつけられていないかを確認するようになったようだ。そのためあまりにやらない場合は単位が取れないこともあるらしいぞ。と入っても他の大学に比べたら優しいのではというのが京大生の印象なんだそうだ。まあそもそも京大の学生がめちゃくちゃ頭が良いからっていうのもあるかもしれないな。京都大学にはカツラ流しと呼ばれる有名な言葉がある。これは工学部に伝わる言葉なのだが、研究室に配属されると時計台で有名な吉田キャンパスを離れ、坂が激しい田舎のカツラキャンパスに飛ばされるというものだ。そのため引っ越しもしなければならず、非常に生徒は不満を覚えるんだとか。ただカツラキャンパスの環境自体は非常に整っているため、充実した研究生活を送ることはできるようだぞ。京都大学では自由な校風が有名であり、それを得るために進学してくる生徒は多い。そのため、それは相手が警察でも例外ではなく、しょっちゅう警察と揉めてるニュースが流れていたりする。例えば私服警官が京都大学内にいた時に、それに気づいた学生が取り押さえるという騒動があったり、機動隊が寮に来て必修の授業に行けないなんてこともあったりしたようだ。そこまでやらなくてもとは思うが、やはり自分の考えを変えずにまっすぐにやりきるパワーがあるのが京大生の特徴なんだろうな。それではまとめに移ります。その1、異化境京都に旅行に行ったら異化境を見てみような。その2、卒業式がコスプレ大会、コスプレをしてその年の最優秀コスプレとかを決めてほしいな。その3、単位が降ってくる、今はそうでもないかもしれないけど、楽単はいいよな。その4、桂長島兄津のキャンパスを楽しめるのはいいんじゃないか。その後警察とも目がち、自由な校風が現れているよな。ということで今回は京都大学について5つのポイントを紹介してきたけど、どうだったかな？他にもこんなエピソードがあるよとか、この高校も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。
これからもいろんな学校のあるあるエピソードを紹介していくから楽しみにしていてね。それではご視聴ありがとうございました。